最初はグー、じゃけ、グー、チー、あはははは、これはもうグッチャンネルだって全然、はい。おはようございます、グッチです。今日は、何日だ ?13 日だ。13日の日曜日、稽古会です。なんと今日は、まーちゃん、はい。満通状態になります。吉安兄弟子のちょっと体調を崩してまして、もう結構1ヶ月近く休んでますね。そうですね。ちょっと長いです。それで、もう一人よく来られるレギュラーの方も、なんか、ワクチン打って体調が悪いと。うん、それで、ジョーさんは、仕事で休場、うん。あれですね。多分シフトだから、日曜日も仕事入るらしくて、まあ、たまにしか来れないらしいですけど、よく来てもらってるので、また、みんなで揃ってできたらいいですね。だってもう、めちゃくちゃ暖かい、暑いですね。もう暖かいというか、暑いレベルで稽古日和になってるんで、結構ぜひ皆様も新しい人で、ね、どんどん募集してまして、それとね、僕多分もう近々ね、レスリング少年に相撲を教える話が来まして、びっくりしました。急に現役時代につながってた人にから連絡来て、ちょっと相撲小学5年生の子、多分前からちょっと話してて、レスリングやってるけどめっちゃねでかくて相撲いいんじゃないかと思ってたらしくて、相撲をやらした子がいるんだけどとか言ってたんで、もしかしたらついに子供相撲の子供にね、うん、未来の横綱候補に相撲を教える機会をいただいたんで、練習、そのレスリングのね、組織って言ったらあれだけど、うん、チームがあって、そこに相撲を教えに来てほしいということで、もうこういう話は来たらすぐってことで、来週あたり今週になるか、もう速攻行ってくるんで、それも撮影 OK 出たんで流します。お楽しみにしてください。それと先週のね、練習会でついに女性、はい、名前はまだ上げてないですけど、動画ももう先週撮ってあるんで、今日か明日出すので新、もう超特防の新企画ですね。育成系、まあちょっとストーリーになってるから長期企画になります。皆さんも相撲といったら男のスポーツなイメージあるんですけど、新相撲というのもありまして、女性の相撲もあるので、こう皆様応援していただければと思います。もう、これを見てくれてる視聴者、グッチャンネルの視聴者ってほとんど90%だろう。98% ぐらい。男性なんですけど、女性も見てもらえればなと思います。で、相撲を見るだけじゃなくて、まあ、通常と言われる相撲の、女性の相撲ファンは結構、僕が現役の後半ぐらいから増え出してたんですけど、そういう見るのが好きな人だけではなく、やるのも女性もできるというね、アマチュアはいけるんで、それもし僕がね、元 YouTube とか有名にもしなれれば、その女性の相撲の大会とかね、大会というか、プロ化とかもできるぐらいのね、ビッグになれれば、皆様の力が。女性の相撲も近々チャレンジ企画を上げますんで、お楽しみにしてください。それで今日13日、日曜日は、大相撲大阪場所初日です。なんか見どころをね、コメントじゃないか DM で、予想的な優勝予想とかね、上げてほしいみたいなの来てたんで、今日ちょっとそれ撮っております。今日はまーちゃんに出ていただいて、二人でこうやって多分喋るのは初、そうですね。それで今まーちゃんあんまりちょっと相撲のこの初日誰か見てなかったみたいな。今確認してます。これで見ながらでチェックして、僕は大体上から行きましょうか。超、これ本当初日からめちゃくちゃ面白くて、初日、新小結、新三役のね、豊昇龍関。もう僕も豊昇龍関まだ弱点というか、足りないところもたくさんあるんですけど、130キロ台で新三役いける身体能力。体さえ仕上がればね、立ち合いもまだね、一歩だけこう、内に入って、右で入って、ちょっと圧力を受けて、やっぱ足腰以下残して、そこから粘って回し取ってっていう相撲なんですけど、それが2本ぐらいでバッとこう、踏み込みがあって、一気に攻めるような出足と馬力、スピードがついたら、多分、おじさんみたいに、未来のこれ狙えるような逸材は、今のところ、その人ぐらいかなと。豊昇龍関ぐらいかなと思って見てるんですけど、そうなんと初日から横綱と照ノ富士関とやります。そうですね、結びで当たりますね。めちゃくちゃ楽しみです。そうですね、今場所はまず一番最初に優勝予想って言われてるんですけど、今場所は全く分かりません。
絶対に荒れる春場所って言われるんですけど、あの今場所はなんか休場者が久々に出ないで全員出るってことで、うん、すごいですよ。まあ先場所が終わってから、まあ、御嶽海で優勝したんですけど、みんなコロナかかってるんですよ、ほぼ。うん、御嶽海関も、ね、どこでかかったの？照ノ富士関も。僕もぽいのにかかって分かったんですけど、なかなか体調は戻らない。体も脂肪も、うん、まあ、呼吸器系も多分弱るんだと思うし、うん、まず上の方がね、万全じゃない。それと、新大関とかの時って、大体ね、ギリギリ勝ち越しの人が多いんですよ。なぜか。それで、しかも御嶽海関で、もともと安定、まあ、勝ち越しはするんですけどね、常に大勝ち、まあ、はしてるけど、優勝にぐらいまでの星を挙げるってめったりないので、うん、今場所は苦労すると見てますね。あの場所前の稽古をなんか YouTube かなんかで見ましたけど、その感じからしても、うん、優勝筆頭に挙げれるぐらいではまず、もうちょっとファン心理からしたら優勝してほしいかもしれないですけどね、なかなかないかなと。どう思います？新大関。そうですね、個人的になんか勢いでいきそうな感じはするんですけどね。突き押しだから。でもね、うん、あの人ばっかりは読めないんですよね。照ノ富士関も、もう、後半、先場所の後半からね、膝の状態とかね、うん、全然ダメだった、ね。そうですね。まあなんか、初日からもう、両膝サポーターっていうんですかね、うん。どこまで持つかなっていうのはちょっとやっぱり気になってたんですけど、まあ、ちょっと、最後ね、失速しちゃったかな。あんだけ強い人でも一箇所どっか悪いと積もって15日もあるし、なかなか難しいものがあるんで、今場所照ノ富士関普通本来であればちょっとまあ実力的には体調さえ整っていればナンバーワンであるのは確かなんですけど、今場所に限っては照ノ富士関筆頭と上げれない気がして、筆頭がいない感じでね。阿炎関どうですか？自分阿炎関ね、結構ね、うん、もう先々場所バーンって爆発して、先場所どうなんのみたいな言われたけど、うん、あんだけ勝って連続でね、そうですね、活躍する実力なんですよ、うん、まあなんか謹慎とかねいろいろありましたけど、メンタルもね強くなり、うん、大人になり、うん、なんかその後の巻き返しがやっぱすごかったですね。集中力といい、もともとなんかね、自分現役の時から結構知ってて、あの、言っていいのかな、せっかく今改心して伸びてる時だけど、昔はね、あの場所中とか、あの風呂場あるんですけど、はい、風呂場にね、タバコ吸いに来るようなやつだったんです。言って本人見てたらめっちゃ今言うなよみたいな、あの重量上がって落ちて幕下に落ちてる時に、はい、もうなんか風呂場こう場所中で、あの取り組み終わったあと、取り組み合いぐらいね、風呂場にタバコわざわざして、兄弟子いっぱいいるのにね、そんな奴だって、奴って言ったら、もう親戚で、関脇袖いた。そうだったんですね。そんな、やつ、まあ今でもタバコとか吸ってるか吸ってないかわかんないけど、うん、結構ね、お相撲さん、喫煙率高い、うん、このグッチャンネルって言っていいのか、あ、子供が見てたら、ちょっとがっかりするのか、わかんない。意外ですよね。でしょ？うん。でも今そんな、素振りもなく、うん、なんかジャンクスポーツでは食事にも気をつけてて、うん、野菜から食べるとか、そう、ね、改心した阿炎関の初優勝も、うん、可能性はね結構あるんじゃないかと思ってます、うん、そう、今場所で崩れるようだと、もう多分大関とかなくなってくる、もう、ね、多分年齢も28ぐらいになる。そうですね、もう一番前線に来てるはずなんで、そこ逃さないで、大関横綱狙ってほしいし、手足が長いし、でもバネがあって飛び跳ねるような相撲、つま先だってやるような相撲だから、四つ相撲想像あんまできないんですけど、長身でバネもあるし、まあどっしりしたね、白鵬関みたいな四つではないけど、四つ相撲回し取っても早く攻めるようなパターンも増えたら、もしかしたらね、本当大関とかね、横綱狙えるような素材ではあると思って、注目ですね。遅れてやってきた多分待機だと思うんですね。だから阿炎関にも注目してほしいですね、僕の予想では、ね、そうですね、先場所が12勝3敗殊勲賞ですね、なんかやっぱ可能性あるかな、あると思うんですね。
波はありそうですかね。波はもともとね、突き押しって波があるもんなんですけど、ね、はい、意外にね、常に結構安定してる。お不思議なお相撲さん、あんだけつま先立ってるから外されたら、普通はね、セオリーから外れてるとこもあるんですけど、うん、まあ、身体能力と反射神経が良いっていうか、そこがね、ポイントで、それ初日からね、確か正代関と大栄翔関、もう初日からね、多分荒れる場所になります、僕の予想。今日結構あの上位安泰ないと思います、うん、もう今日はね、もう今日見て貴景勝関も宇良関と当たるんですけども、これもわからない初日だし余計にね、うん、わかんない相撲が多くて、まあ、御嶽海関も逸ノ城でしょ、逸ノ城関、これもわからない正直得意ではないですね。それで自分が個人的に大好きな、あの体が全然ないちっちゃいのに若隆景関、はい、左右の押っつけで、もう技巧派でもあり前に攻める正統派でもあるっていう、ただ小さいのにもう自分から攻める相撲で、もっと体重増やしたらもっと上いけるんじゃないかって言う人もいるんですけど、相撲ってそういう体重志向はね違くて、骨格もそんなちっちゃいので、今の体重から増やせて5キロぐらいまでにとどめないと相撲が崩れてダメだと思いますね。先場所がね9勝6敗若隆景で、しかも前半結構負けてたのに盛り返す、うん、そうですね、まあ、10勝いってほしかったかなと思うんですけどただ内容的になんか勇み足とか結構なんか9割方押してたのに最後なんかあの焦げちゃったみたいな相撲が多かったんで、あれはね、小兵の宿命で、はい、あの動きが止まったら負けるんで、あのやっぱ常にやっぱ安定しないですよ、うん、いい時と悪い時があるのはどうしてもしょうがなくて、でもその中でもあの15日ある中でちゃんとホームをねギリギリでも勝ち越してくるっていうのがあるから、まあ、大関横綱になるともっと安定感とか圧倒するものが欲しいんでしょうけど、あの個人的にあんなに味のあるね、なんていうの、粋なお相撲さん、ね、態度もかっこいいですよね、チャラチャラする、ああいうお相撲さんは憧れられるし顔もかっこいいんで、はい、子供たちこれから始める、うん、その目標になるような力士 で、ね、もしあれで大関でもなってくれたら伝説なんで期待しております。割とあれですよ、なんかこうオーソドックスな基本に忠実な相撲を取る歩きで体感してるんで、前回し引いてとかね、うん、結構なんかアマチュアの人にはいい教科書になる、ね、アマチュア独特なね、うん、技術のある相撲、うん、でアイスモが大相撲でも教えられればね、うん、いいんですけど、あんまりね大相撲って結構才能があって四つ相撲とか馬力相撲とか多いんですよ、うん、まあ、それは大相撲ならではなんですけど、あ、まあ、僕の持論ですけど技術はアマチュアの方が高いみたいな、あ、細かくね監督とか指導してくれる人が多いから、大相撲は見て覚えろとか、まだやれ、当たれ、強く当たれ、押せとか、そういうね、ところまだ割合で言えばそっちの方が断然高い、まだそうなんで、それをうまいことで、学生どんどん入ってきてるからミックスしてやれば、もっと大相撲もレベルが上がり、面白くなると思うんで、ね、今場所、期待ですね、はい。他になんか個人的に期待のあります。僕はね、琴勝峰関は重量落ちてたんですけど、将来の協会しょって立つぐらいの力士と思って注目、うん、ウッチャンネル始めた頃から言ってたんですけど、はい、新入幕じゃない再入幕戻ってきたんで、ここからねまた僕は個人的に期待して、うん、みんなこの待機を忘れないように注目してください、はい、どうも誰かいます？そうですね、あの、まあ、今場所その十両か高徳山関があの幕内に上がって、まあ、昔の仕事場のすぐ近くに荒汐部屋があった関係で、まあ、荒汐部屋のお相撲さんたち結構気になってるんですけども、あの、これで、3人幕内に揃ったということで、この3人はちょっと期待ですかね。楽しみですね。若元春関、あと、若隆景関、ね、うん。僕も、春日山部屋なんですけど、入門した時に、あの名古屋場所宿舎がめちゃくちゃ近くて、はい、部屋に遊びに来たりとか、まあ、出稽古によく来てて、あの若元春、はい、あそうだ、もうあの若元春ですよ、あれ、しこ名めっちゃ忘れてる、あの真ん中の
三兄弟の真ん中の子とか、あの親方がよくね、可愛がってくれって言われて、僕胸出して、はい、可愛がり何回もしたことあるんで、はい、恨まれてるかなと思って結構やったんだよね。でもね、上がってからも、まあ、僕幕下でいた時もね、なんかちゃんとすごい挨拶してくれる律儀な、結構いい子、いい子って言ったら失礼な幕内になってるから、いい人格のできた人なんで、僕もね、辞めてからも応援してますし、三兄弟でね、まあ、あの、これ一番言っときたいのは、やっぱりね、一番弟が下の人が、ね、うん、兄弟で一番下の子は、一番上。うん、真ん中が二番目で、うん、長男が、一番、まあ、メンタルできついから、力がね、そんな多分離れてるわけじゃなくても、幕下上位にいるってことは力、関取クラス持ってるんだけど、うん、多分ね、相当焦りとか、いろんなね、感情が、うん、周りから二人結構ね、イケメンだし、注目されてるし、あの、あるんで、いろんな感情が渦巻いて、平常心で多分土俵に立ててないと思うんですね。若隆元さんね、うん。僕対戦したことあるんですけど、結構ね、力が強いのは多分兄弟そうってみんな強いんですけど、ね、あの、ね、攻め、体小さいけど、弟みたいに攻めれないんですよね。うん、出足がすぐ止まって、結構粘って足腰もいいんですけど、力比べになって最終的に負けるんで、そこの、多分まあ精神的なところで、ね、集中しきれないか、ゾーンに入りきれてないっていうのもあると思うけど、このスピードで出足でね、弟見て、弟って言ったら、あれ、比べたらめっちゃ失礼では嫌だとは思うんですけど、あの、このスピードがあれば、体力的、力的にそこまでめちゃめちゃ差があるわけではないとは思うんで、この壁をぶち破ってね、このプレッシャーとかいろんな周りのあれを跳ねのけて、うん、重量上がったらそのままバンってまたいけるぐらいのものもあると思うし、まあ苦しいのは重々想像しますが、個人的にもし見てればあの応援してますので、ぜひとも重量、僕が上がれなかった対戦何回もみんなしてて、ね、はい、2人ともそれ、僕重量上がる前とか幕下上位でこの若隆景関とはやったことないんですけど、この二人とはね、やってきたんで、応援しておりますんで、それでジャスパー、あの新入幕の高徳山関も応援しております。それとね、あの塩部屋はあのマネージャーとほぼ同期で、ちゃんこで作ってくれて、はい、あの今も塩部屋についてる、はい、宇宙海君、たまに連絡も取ってたんで、あのグッチー道場で子供が育てば、嵐呼部屋とか稽古を行かせていただけば嬉しい。嬉しい。行きたいですね。行きたいですね。まあ、外から見てるだけだったんでね。チャンネルたまになんか、相撲界の黒いことをたまに言ったりしてましたけど、ね、まあ、応援してるからこそなので、あのぜひ大相撲の相撲部屋とつながり持ちたいと思ってますので、ぜひとも子供たちをくれるように僕たちも頑張っていきます。はい、それでは今日稽古会。はい。ぶつかり稽古やりましょう今日、はい、まあ、ほぼマンツーっていうかマンツーですね、はい、この時間で来てないってことはマンツーですねマンツー稽古行きましょう、はい、今日はぶつかり稽古とまーちゃんが言ってた受け身講座も行います。それでは稽古します。グッチでした。まーちゃんでした。ありがとうございました。